はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2024年、令和6年の2月7日の水曜日、今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日はですね、2月の7日の水曜日ということですけれども、昨日朝積もっていた雪も、だいたい日中のうちにはほとんど溶けて、おかげさまで今回はですね、あまり雪の影響が大きく残ることなく、なんとか、仕事もですね、順調に、こういつものペースを戻すこと取り戻すことができそうです。子どもたちはですね、やっぱり雪がちょっとでも降るとすごく喜んで、この、おととい月曜日の夜も遊んでいる子どもたちも多かったし、昨日も雪の中ですね、こう長靴を履いて登校するような子どもたちを見かけましたけれども、やっぱり雪を見ていつもと違う景色を見ると、なかなか子どもたちの気分というのが盛り上がるみたいな感じが伝わってきました。ただ昨日はですね、日中のうちにはほとんど溶けてしまったので、その気分も長続きしなかったわけですけれども、その分大人たちとしてはですね、交通の、交通事情だとか、普段のですね、生活が少しでも早くいつもの通りに戻るということで、それはそれでまた胸をなで下ろすというような感じだったので、このぐらいの雪だったら、ある程度ですね、たまには降ってくれる方が子どもたちにとってもいいし、大人たちもですね、大きな混乱なく、なんとか、この子どもたちに楽しんでもらうような天候の変化というものもですね、こう提供できるというか、一緒になって喜ぶこともできるので、雪もだいたいこのぐらいにしといてもらえればなというふうに感じました。そして今日ですね、朝学びたい四字熟語については、今日の日本経済新聞朝刊一面のですね、2番目に大きな見出しの記事となりますけれども、ローソンがですね、ローソンの株を KDDI が TOB というような記事が載っていて、ローソンが KDDI のグループに入るということに学ぶ、喜色満面という言葉を学びたいなという気がしました。喜色満面というのは、こう喜ぶ気持ちがですね、隠しきれずに、満面の笑みとなって現れてくるような、そんな意味となってくるわけですけれども、やっぱり KDDI グループにローソンが入るということで、ローソンとしてもですね、心強いというか、もともと KDDI がある程度のローソンの株を持っていたようですけれども、それでもですね、半分半分 50% ずつぐらいの持ち株となるということだそうなので、ローソンとしても非常に心強いだろうなということですし、やはりですね、セブンイレブンという一強に挑んでいく、そして他にもですね、ローソンの他にも、いろいろなコンビニがたくさんある中で、例えばファミリーマートなども大変な強敵となっているわけですから、その中で生き残っていくためにもですね、自分たちと一緒に戦ってくれる、そしてこれからはですね、IT 分野なども後押ししてくれるという意味で、KDDI はとっても心強いパートナーとなるわけなので、まさに喜色満面というような、今段階かなというふうにも感じますけれども、いつまでも笑ってられるわけでもなく、これから先はまた厳しいビジネスの戦いをですね、繰り広げられていくということになるわけですから、今のうちはですね、喜色満面ということで喜んでいてもいいのではないかなというふうに思ったりもします。この楽天、それからソフトバンク、それから KDDI、ドコモとですね、通信業界も本当に様々な成り立ちですけれども、それぞれがいろいろなポイント事業ですとか、それから通信はもちろんのこと、様々なコンビニと連携したり、いろいろな決済手段といったらいいんですかね、そういう意味での自分たちの経済圏というものを確立していくのに、本当に今ですね、群雄割拠というような状態となっています。そんな中で、今回に関して報道されたのがですね、KDDI がローソンの株を TOB するということだそうですから、これから先またコンビニ業界も熾烈な戦いがある中で、その前にですね、一時でも喜色満面ということで、これから先の戦いに挑む前にですね、ある程度ゆとりを持って今のところは喜ぶ時間をということをですね、提供するということでも、こういう記事からもですね、そういう今のうちのほっとした感じみたいなものも伝わってくる気もしたので、今日のところはですね、ローソン株を KDDI が TOB するということに学ぶ、喜色満面という言葉を学んで、今日一日過ごしたいなと思います。
ということで今日もですね、昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は36,160円66銭、36,160円66銭ということで、一昨日に比べるとマイナス193円50銭、マイナス193円50銭ということですから、200円弱ぐらいの値下がりでしたけれども、36,100円台では、まあ、なんとか、持ちこたえているということですね。これから先またどんどん株価が上がっていくのかどうかということでもあるわけなので、この辺の流れというものもですね、まあ、大きな流れとして、日々の数字も掴んでおきたいなと思います。円ドル相場については1ドル148円51銭から53銭、1ドル148円51銭から53銭ということで、一昨日に比べると4銭の円安ということですから、円ドル相場についてはほとんど動きがなかったようです。ということで今日もですね、一つ目の音読の題材としては今日の日本経済新聞、朝刊社説の一つ目からで、タイトルは農水産物の輸出先を多様化しようというようなタイトルとなっています。まあ、いろいろな意味で農水産物の輸出先としてはですね、中国が強かったわけですけれども、まあ、今の米中関係ですとか、それから、まあ、いろいろな意味の影響でですね、中国ばかりに頼っているわけにもいかないという内容になっていますので、こちらを一つ目の音読の題材として今の社会情勢学びたいと思います。2023年の農林水産物食品の輸出額は中国による日本の水産物の禁輸にもかかわらず、米国向けなどが好調で過去最高を更新した。輸出の相手先と農産物の幅を広げていく努力の大切さが鮮明になっている。過去最高の更新は11年連続。ただ前年比の伸び率は 2.9% で、2022年の 14% と比べると鈍化。東京電力福島第一原子力発電所の処理水放出で最大の輸出先の中国が水産物の輸入を停止したことが響いた。中国向けの輸出が増えていたホタテを中心に深刻な影響が出ている。政府は科学的な根拠をもとに輸入の再開を中国に働きかける必要がある。ただ合わせて進めるべきなのは新たな市場の開拓だ。ホタテの輸出ルートの変化が対応策を示唆している。これまでは中国で加工した後に最終消費地である米国に一部が再輸出されていた。中国の禁輸でこのやり方が難しくなったことで、米国に直接輸出する量が増えた。ベトナムなどに中国に代わる加工拠点を確保した上で、米国に販売する新たなルートを設ける取り組みもすでに始まっている。この流れを軌道に乗せるため、官民の連携による各国での加工拠点の整備を急いでほしい。米国への輸出に関しては、他の農産品にも前向きな動きがある。2023年に前年比で 33% 増えた緑茶は米国向けが牽引。健康志向の高まりを受け、粉末状に加工した緑茶のニーズが増えている。米の輸出も堅調だ。日本との関係改善がプラスに働いて、韓国へのビールの輸出も増えた。ビールの需要増は原料である国産大麦の生産にとって追い風になる。韓国からの訪日客も増えており、観光消費が食品輸出を促す好循環が期待される。中国は引き続き重要な輸出相手だが、市場の大きさに惹かれて依存度をこれ以上高め続けることはリスクを伴う。輸出額が2023年に大きく増えた香港も、中国の影響で輸出に突然ブレーキがかかることへの懸念がくすぶる。一次産業は人口減少と高齢化による国内市場の縮小に直面している。輸出で海外に活路を求める重要性はますます高まる。東南アジアの富裕層や中間層など有望な市場はたくさんある。現地のニーズを官民できめ細かく分析し、バランスよく輸出先を広げる努力が欠かせない。ということで、日本の農林水産物の輸出がですね、堅調だということは非常に喜ばしいなというふうに感じます。やはり日本の良さ、日本が作っているものの美味しさ、良さというものがですね、各国が受け入れてくれているということの表れであるのは間違いないと思います。
まあ、なのでこれから先ですね、まあ、ここにも書いてあるように中国に大きく依存してきた輸出先をですね、これから先はまあ細かくても細かくなるかもしれないけれど、ある程度各国に分散していくということが、やはりその一国がですね、もう突然輸出しませんということになれば、そのダメージがですね、大きくなってしまうので、そういうリスクを分散するということもあるかもしれ、知れないけれども、多分ただその分ですね、手間暇がかかってしまうということにもなるので、まあ、ある程度大きな買い手としての中国もですね、大切にしながら、他のもっともっとですね、細かい輸出先というものを増やしておくというような両立ということが大切なんだろうなというふうに感じました。そして2つ目の音読の題材としたですね、今日の日本経済新聞朝刊社説の2つ目からで、タイトルは G7 議長国を終えても続く重責ということで、去年ですね、広島でサミットが行われたように G7 の議長国だった日本ですけれども、今年はイタリアが議長国だということなので、イタリアと日本で連携をして G7 を、どんどんですね、主導していこうということなようですから、こちらを2つ目の音読の題材としておきます。 G7 議長国を終えても続く重責。岸田文雄首相が来日したイタリアのメローニ首相と会談。イタリアで開く6月の主要7カ国 G7 首脳会議に向け、昨年の議長国を務めた日本が緊密に協力すると約束。ウクライナ戦争や中東危機に収束の兆しは見えず、11月には米国の大統領選もある。 G7 にとって今年は結束を緩めることなく、法の支配に基づく国際秩序を維持する上で正念場だ。その一翼を担う日本は、議長国を終えても重い責任を負うことに変わりはない。両首脳はウクライナ支援で G7 が国際社会を主導する重要性を共有した。米欧で支援疲れが広がり、戦況は厳しさを増す。日本は米欧のような殺傷能力のある装備品は提供はできない。都内で月内に開くウクライナ復興支援を目的とした2国間会議の機会も生かし、幅広い分野でウクライナの後押しを続けるべきだ。両首脳は中東危機で事態の沈静化へ努力を確認した。 G7 は昨年の秋の外相会合で、パレスチナ自治区ガザでの戦闘を一時的に止める人道的な休止を指示した。実現したが7日間で戦闘は再開。再び戦闘休止にこぎつけ、恒久的な停戦につながる、つなげられるさらなる外交努力が急務だ。親イラン武装勢力の活動で紛争拡大の懸念も強まる。イランと伝統的に友好関係にある日本も、この地域の安定に果たせる役割があるはずだ。中国に対処する上で、アジアから遠い欧州の関心をつなぎ止めるのは大事だ。イタリア軍の空母の日本への年内の寄港が決まったことを歓迎したい。グローバルサウスと呼ばれる新興途上国との協力の大切さについて両首脳は申し合わせた。西側諸国と中国、ロシアのいずれにも組みさないこれらの国々の動きは国際秩序を左右する。首相は1月中で調整していた20カ国地域 G20 議長国のブラジルを含む南米3カ国訪問を内政上の理由で先送りした。グローバルサウスへの関与を強めるためにも早期に実現してほしい。ということで、この辺の最後のところもですね、微妙に日本の、まあ、危うさというか不安定さが物書かれているような気がします。こういうふうに日本もですね、内政上の理由ということで、多分これがですね、この、まあ政治献金問題とか裏金問題ということなんでしょうし、今の通常国会が開かれているということについてということもあるんでしょうけれども、まあ、そうしている間にも中国やロシアなどのですね、権威主義国家などは着々と様々な国への関与を強めるために、まあ、この独裁者的に見られているようなプーチン大統領とか習近平国家主席などがですね、どんどん足しげく様々な国を訪ねていることを考えると、なかなか日本というのも難しい役割を担っているなというふうに感じたりもします。まあ、とにかくですね、今年イタリアで開かれる G7 へ、日本もそのですね、G7 首脳会議の成功に向けてできる協力はしておくことが大切だということです。そして3つ目の音読の題材としてはですね、今日の日本経済新聞朝刊東京首都圏欄となるんですかね、タイトルは三浦半島をイタリアに、
高級リゾートに再生産官連携ということで、産業界と官僚機構といったらいいですかね、が連携をして三浦半島をイタリア的に売り出していこうというようなことだそうですから、これはこれでなかなか素敵なアイデア だなということなので、こちらを3つ目の音読の題材としておきます。三浦半島をイタリアに、高級リゾートに再生産官連携。1970年から80年代を中心に海水浴客など観光客でにぎわい、著名人らの別荘地としても親しまれた神奈川県の三浦半島。時代の変化とともに少子高齢化による人口減に歯止めがかからず、半島先端にある三浦市は市として神奈川県唯一の消滅可能性都市とされている。期間を抱いた産官は連携して世界から観光客が集まるスーパーリゾートへ再生しようと取り組んでいる。首都圏からもアクセスの良い神奈川県は横浜、箱根、鎌倉を中心にインバウンド、訪日外国人の旺盛な需要を取り込んでいる。その一方で昨今は交通渋滞や混雑などのオーバーツーリズム、観光公害が社会問題となり、人気観光地以外への分散化が課題だ。第4の国際観光地を生み出すべく、県が新たな観光の格づくり認定事業として採択したのが城ヶ崎、三崎だ。三浦はマグロだけじゃない。アンティチョークや手長エビなどの希少なイタリア食材が豊富と話すのは地元の料理研究家の長谷川理恵さん。ブーツ型の地形や温暖な気候など共通点も多いという。そこで県は三浦半島はイタリア半島プロジェクトを立ち上げ、地元の飲食店とメニュー開発や企業とのコラボなどを推進してきた。食材を生かしたコンテンツ作りにも力を入れる。三浦市と三浦市観光協会などが2023年11月に立ち上げたのが三浦ガストロノミー研究会だ。都内のシェフらがメニューを監修し、畑の中のゲリラレストランなど独創的なモニターツアーを開催してきた。一人当たり15万円ほどと高価格だが、三浦市の吉田秀夫市長は食を生かして三浦を売り込むと力を入れる。富裕層向けサービスを強化する背景には相次ぐラグジュアリーリゾートの開発がある。京浜急行電鉄は旧城ヶ崎京急ホテル跡地にヒューリックが手掛ける高級ホテル富富城ヶ崎という仮称だそうですけれども、富城ヶ崎を誘致、4月にも着工し2025年9月の完成を目指す。富富ブランドは京都や日光、箱根などにあり、一室2人利用で20万円を超える高価格帯ながら国内外の富裕層から支持を集めている。城ヶ崎では約6100平方メートルの敷地内に地上4階建てのホテルを整備、一室58から138平方メートルの広めの客室からは富士山や江ノ島が眺望できる。世界の三浦に向けて国家戦略特区の認定を受けたのが三崎港先端の埋め立て地、二町谷地区というんですかね、二つの町の谷の地区ということだそうですけれども、クルーザーの輸入販売を手掛ける安田造船所が7ヘクタールに上る広大な土地を市から買い取り、名古屋の興和グループと共同で高級リゾートの開発を手掛ける計画。スーパーヨットと呼ばれる全長24メートルを超える大型ヨットが停泊できるハーバーやヘリポートを整備し、商業施設やホテルとヴィラからなる高級リゾートを計画している。すでに三浦ランデブーの名称で高級スポーツカーやクルーザーのオーナーを集めたイベントも開催し、三浦ブランドの浸透に力を注ぐ。バブルの再来のような大型投資が相次ぐが、経済効果をエリア一帯に波及させるには地域間の連携が必須。点在するにぎわいを面に展開するために着目したのがアルベルゴ・ディフーゾと呼ばれるイタリアで始まった手法。街中や集落の古民家を客室に見立て、地域一帯で宿泊経営する仕組みだ。三浦市でも地域の課題となっている空き家を宿泊施設として再生する取り組みに加え、京急のエリアマネジメント組織三浦国運を通じ180兆の事業者が連携、地元に愛されるスナックを巡るツアーなどユニークな企画が持ち上がっているということで、ちょっと少し攻略しましたけれども、三浦がですね、なかなか面白い動きを見せているなというふうに感じます。
私たちが自分たちで住んでいるそれぞれの地域もですね、それぞれの地域の良さがあるけれど、なかなかどういうふうにアピールしたらいいのかわからないし、観光客がまたこぞってきてしまったら、どうなるんだろうということもある中でですね、やはりこのような動きが一つのお手本になっていくのではないかなという気もします。三浦半島はですね、やはり昔個人的にも海水浴などでよく行った気がしますけれども、なかなか最近は行く機会がありませんけれども、こういう動きがあるということであれば、またですね、足を運んでみたいなと思うし、三崎港みたいな結構ですね、身近で庶民的なところもあれば、葉山とかですね、様々なもっと高級感があるようなところもあるので、確かにまあちょっとイタリア行ったことないので分かりませんけれど、日本の中でもちょっと異国文化的に売り出すという意味では本当に最適なエリアのような気もするので、これからの三浦、三崎とかですね、城ヶ崎が楽しみだなというふうに思います。ということで今日はですね、2024年令和6年の2月7日の水曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことで心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。